今回は打球を前から引っ張って捕球するということについてお話をさせていただきます。ここでの練習は打球に対してしっかり線で捕球できるように行っていくことが大事になっていきます。線で捕球することによって捕球しやすく、そしてイレギュラーなバウンドに対しても対応しやすくなっていきます。ここでの注意ポイントは、線で引っ張っていく中でグローブが寝ないように注意して行っていきましょう。グローブが寝てしまうと手首に当たってしまい捕球がしづらくなってきますので、しっかりグローブの面が向いている状態、手首が少し立っている状態で捕球していくように行っていきましょう。それでは練習方法をお伝えします。ベースボール1